毎回コロー君も応援に来てくれてまして、今日はコロー君のお誕生会ということで、今日はお邪魔させていただきました。ボアスト熊本、今、2014年のシーズン真っ最中でございまして、残るところあと5試合残っております。そして明日が、ビファーレン長崎と、アウェーで、対戦がありまして、その後11月1日に、ホームうまかなよかなスタジアムで、19時キックオフということで、ホームゲーム残っておりますので、皆さんぜひお越しいただきたいと思っております。